七代目、市川中車昭和11年7月12日は、明治から昭和の戦前まで活躍した歌舞伎役者。屋号は、立花屋。縄文は、大割ボタン、替え門は三章の中に八の字。本名は、橋岡目次。京都の両替章の家に生まれる。源氏元年、二代目、小野田未造の門下に入り、小野常次郎として、歌舞伎を始める。子供芝居。 小芝居、旅巡業などで修行を積み、明治4年、中山鶴五郎を名乗る。明治8年、上京して、春木座に勤める。小芝居で培った演技力が評判となり、9代目、市川段十郎に認められてその門人となる。明治12年7月には、大名後の7代目市川八百造を襲名、以後9代目の舞台の多くを務め、利縁に、かっこたる地位を築いた。 大正7年10月、養子の市川松尾に八代目八百像を襲名させると、自らは八百像の拝名、中社を襲名、七代目、市川中社を名乗る。開本大公記の竹千光秀門抜外から、幹部役者にまで出世した努力家で、地、九代目伝授の高派な芸風が特徴的だった。絵本大公記や、 ジーマナリーキ京木揚げの竹地光秀、新薄雪物語の幸い先、伊賀守る、芋瀬山不女定金、吉野山の大藩寺成長、菅原伝授手習い館、寺小屋の松尾丸、伊賀越道中スゴロク、岡崎の光右衛門、平かな清水器、坂路の樋口次郎など、時代物の,の立ち役を得意とした。また老女型もうまく、菅原伝授手習い館、 同名字の各寺はその後の手本となるほどの一品だった。東西の歌舞伎に通じた知識と豊富な経験は関係者に重宝がられた。特に二代目中村万玉に死なれた初代中村元次郎は中者をよく相手役に選んだ。晩年は歌舞伎界の長老として六代目小野駅菊五郎、十五代目市村宇佐江門、二代目市川佐段寺。 13代目、片岡二左衛門など、後進の指導にも当たった。まだ6代目が若い頃、その芸が未熟だとして注射はわざと皮肉な態度を取り続け、キャラ仙台萩、対決の舞台では6代目の細川勝本に、二期壇上を付き合い、勝本の、恐れいったかに、小声で、恐れいるもん家、えとつぶやいて6代目と、大喧嘩になった。それでも、高年両者は和解し、 雪舟学校辻で注射は学校で菊五郎の曲手御前に付き合い、役の証拠を根節丁寧に教えるほどになった。著書に注車芸話がある。墓所は時代八代目と同じ青山霊園。ありがとうございます。